で特にあのねあの催眠療法は基本的に言うとあのヒーリングあるいは医療関係で例えば私なんか使っているハリキューの世界やあのとの関係でもね非常に密接につながります生体との関係でもつながってきますで、まあ、のこれから中に入っていくんですけどまあ一番簡単に言っちゃえばあの,暗示の世界なんですで暗示の世界っていうのは何かっていうとそのベースにあるのが。 あの信頼関係ラポールっていうね、私たちの行動の主体は何かっていうと潜在意識が鍵を握ってるっていう。で催眠をやるってことは何かっていうと言葉の誘導とあと出会いの中で相手の潜在意識に入ってってそこを変えるっていうのが大きなポイントになります。だから潜在意識のね癖物をちゃんと理解するとかなりのところで解決できる分野がいっぱいあります。 であとアメリカの心理学者のこの問題もある本が出たんですけどシルスさんの技術訓練法これも後で紹介しします、ね、体験していただくとでこれなんかは結構患者さんに使えるんでぜひ使っていかれるとそれから1958年にアメリカの医師会では催眠療法をもうすすでに承認しちゃってますだからその後アメリカでは急速に催眠療法の取り入れが医療界で広まっていったっていうことになります。 で今度は心臓に意識を集中してってことを書いてありますけど心臓に意識を集中します心臓が力強く正確に脈っていうでこの時にね力強くと書いてあるんですけど血圧が高い方とかねあの心臓に大きな問題がある場合には力強くをカットして心臓が正確に脈っているねあるいは心臓が あの穏やかに正確に脈打っているとこれは言葉を相手によって変えます。左脳はこ,こに書い実思考それに対して右脳は非合理直感想像空間の感覚とかこれがだいたい欧米人の脳の構造なんです。だけども日本人は結局ねあの左脳で自然音とか感性とか今日これを全部捉えてるんですよ。 だから日本人,の日本日本人っては何かというど、日本語族っていうか日本語を使って小学生あの低学年まで日本語で座すと脳の構造が日本人の脳になるまあ一人ぐらい紹介でやってみましょうかね全身硬直っていうのは催眠ではねあの浅い一番軽い方なんです。で,ありますで次いきますね。 であとは暗示文の作成基本ルーツっていうことをここに書いてます先ほどからね「潜在意識言葉を誘導して潜在意識とね卵型の図です潜在意識の間にクリティカルファクターがある」って言いました。どうその、ね、ファクターを通じて中に潜在意識の中に入ると現実的に実現する方向にいくってことを、ね、伝えました。 で、じゃあね、どんな言葉が潜在意識に入るのか。というところのね、基本的な、あのルーツがあるので、それだけ紹介します。まず、呼吸から入ります。ゆっくりと自分のペースで呼吸してください。一呼吸ごとに、体全身が。少しずつリラックスできます。少しずつリラックスできます。 少しずつリラックスできますこれから私が3つ数えて右肩に手を触れると10倍深い催眠に入ります振り子が前後とか何も動かないとか右回転したとか右回転でもね大きいか小さいかねそれを視覚的な判断でやっていいです。 これいいですね第一チャクラは一つですそれから第二チャクラこれはタンデンなんですよこれ AB って書いたのな何かというと前の方タンデンのねところの上に乗せてクリコの変化を見ますそして B っていうのはね後ろ側なんですで今日は後ろもやつて時間かかっちゃうから前だけやります A だけやりますで第三は胃のところですね胃の上そしたらねその死に方をまず 高いの瞑想で誘導しして体験します本当にありがとうって言ってお互いにありがとうって言ってこの世を去るとそれを体験した後に次に今に戻しますじゃあ例えばね今自分の死ぬ時に自分のパートナーがいてくれた子供たちが3人いてくれた孫がまたね5人いてくれたあと知り合いが何人かいてくれたとそれをやった時にね今 素敵な別れができたんだけど現実を見るとどうなのかいやパートナーともうまくいってないし危なっかしいいつ離婚するかもしれない子どもたちともねどうも受け入れるのやでってなった時にじゃあ今パートナーとどういう関係をするのかどこを変えるか子どもたちとは A っていう子どもに対してはどこをどういうふうに自分が変えていくか子どもに変わってもらうんじゃなくて自分がどこを変えていくかっていう。 でそれを実際の実生活の中でやっていただくっていうそのところに持っていって初めてそれが可能になるっていうねだから死に方を決めることによって今現実的にどういうふうに生きればいいかってことが分かるっていうね「両親とあなたのうちなる神うちなる神」これは HS の「ハイヤーセリフ」これはトゥルーセリフなんですけどガイドたちもお手伝いしてくれますので安心してお話ししましょうとまずお父さんとの出会いの中で楽しかったこと嬉しかったこと感謝したかったこと 今こりに浮かんだことをそのままこに出してお父さんに伝えてくださいね。ここで伝えるときに感覚傾向の人とか視覚傾向ね聴覚傾向それによって表現が若干違いますそのための一番の大元がやっぱり母親と父親と両親ですねだから両親のものでななんか嫌なものがあったら早めにこれをやって解決して終わりにしちゃうと で結構、ね、これからね結婚しようとしてる人なんかでも両親の問題を書えたもまあってそれを解決しないままだとパートナーにまた同じ問題を持ってくる人を見つけてその人に恋を持ってします。お互いにそれはあの引っ張り合いますからその似たような境遇の人が出会ってパートナーになりますから,だからその時にそれを解決しちゃえば新しい、ね、本当に自分の創造的な生き方をするパートナーが見つかってくるということになります。